移動稽古の練習に入ります。まず最初に集団追い付きから入りますが、なぜ移動基本をやるかと申しますと、運足の鍛錬であります。転身、体さばき、そういうことが相手と戦う場合の大切な要素でありますので、その訓練が移動基本になります。下段払い、止めて。まず最初に追い突き、三挙動で行います。1、息を吸いながら後ろ足を引き寄せます。2、4分の3まで足を踏み出しました。ここまでは呼吸を吸っております。最後の4分の1でもって息を吐きながら踏み出します。3、1、2、3、1、2、3、回って、はい、もう一度行います。1、2、ここまでは息を吸っております。3、1、2、3、1、2、3、はい、回って、はい、次に1挙動、4分の3まで、ステップ4分の3までが呼吸を吸います。最後の4分の1で呼吸を吐きます。その移動と呼吸のタイミングが非常に大事になってきます。はい、1、2、3、回って、1、2、3、回って、今度は上段を突きます。上段突き、追い突き、1、2、3、回って、1、2、3、回って、はい、次に逆突き、逆突きを行います。逆突き、構えて。追い突きは右足を踏み出した場合には右足で、右手で突きます。しかし逆突きは右足を前方に踏み出したら左で突きます。故に逆突きと言います。はい、3挙動で行います。1、ここまでは上体は正面です。2、ここで右半身になります。これから4分の3のあと4分の1、残りの4分の1でもって右回転、腰を右回転しながら逆突きに入ります。3、1、2、3、1、2、3、回って、はい、構えて。1、この2と3の間の腰の回転が非常に大事です。よく見てください。2、今度はその回転した腰を戻します。3、1、2、左半身、今度は右前身になります。3、1、2、3、回って、はい、構えて。はい、1挙動、1、2、3、この逆突きは、移動逆突きは腰の回転を利用しながら上体を前方に移動して突きますので、非常に強い突きになります。回って、1、2、3、回って、やめー。